筑豊の歴史を物語る2本の大きな煙突。この大煙突が大空に煙を吐き出していた時代、人々は黒いダイヤ、石炭を掘り生計を成していました。そしてこの時代を克明に描いた記録画が平成23年日本で初めてユネスコの世界記憶遺産に登録されたのです。石炭を生業にする人々、筑豊が歩んできた道をここ田川から覗いてみましょう。世界に記憶される筑豊の歴史、今回は田川の歴史をたどります。福岡県田川市。この地はかつて石炭の産出地として日本の近代化を支えてきました。田川市の象徴といえる炭鉱、筑豊で一番大きな炭鉱であった三井田川工業所は昭和39年に閉山してしまいましたが、その跡地には田川市の炭鉱の歴史を知ることができる田川市石炭歴史博物館があります。そして館内には世界記憶遺産となった山本作兵衛の炭鉱記録画が展示されています。炭鉱労働者であった彼は自らの体験をもとに明治大正から昭和初期にかけての炭鉱の様子や炭鉱労働者の生活を克明に描いています。作品数はなんと1000点以上になるそうです。田川市教育委員会文化課係長の城野さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。世界記憶遺産登録おめでとうございます。ありがとうございます。今お気持ちはどうですか？5月に内定が決まってからですね、今非常に博物館の方に来ていただくお客さんがたくさん多いので非常にありがたいと思っています。城野さんとしてはやはりその世界記憶遺産登録というのを聞いて率直にどう思われました？そうですね、嬉しい反面、これからですね、日本のいろんな方も来られますし、外国の方もですね、来ていただくようになってくるんで、博物館としてですね、いろいろな、それに、応えていくなくてはいけないので、嬉しさと、責任感とですね、責任の重さを今感じているようなところですね。閉山から半世紀が経とうとしている今、当時を知る人々は少なくなりつつあります。当時炭鉱夫として実際に働いていた生き証人小田博史さんにお話を伺うことができました。作兵衛さんの絵を見て思ったんですけども、炭鉱でのお仕事は危険も伴うお仕事だったようですね。もうそうですね、もう前手で撃たれたこともあります。足撃たれて、はあ、足？はい、足でもどうもなってないけど ね足撃たれてね無事でしたか？はあ、じゃあ危険と隣り合わせのお仕事なんですね。もうそうですよ、炭鉱って言ったらですね、今言うようにこう刑事に乗るでしょ、乗った時点でもう命がどうなるか左右するわけです。それというのはね、結局俺だけじゃなくてもう下では仕事しよるわけです、工程ではですね、はい、そこで何が起こるかわからないでしょ。爆発が起きてですね、細けりゃいいけど大きかったらですね、もう私たちが下がるところまでガスが来るんですね。火がボーンと、はい、それで吹き上げしまうんです。そのぐらい庫内は危険なところですか。ここで言うたら北条炭鉱がやっぱ構内でですね、ここからまあ今10キロぐらいのところで爆発して建物なんかも吹き上げて700人ぐらい死んだんですか。そんなに大きな事故だったんですね、はい、それでまあそれはガス抜きの調査が悪かったんじゃないかと思うんですよね。まあ大山はそういうことないからですね、ある程度ガスのあれはするんですけどね、そういうガスがやっぱ一番危険が多いんじゃないですか。じゃあやはり作兵衛さんの絵の通り、ね、ガスの問題、それから水も
ね、そうですね、事故も多かったというのはあの絵の通りなんですね、はい、じゃ今ここに置いてある山本作兵衛さんの作品があの今回世界記憶遺産に登録されましたよね、はい、それを聞いてどうですか。そうですね、あのやっぱり作兵衛さんがあの細かく分かりやすく残したところがやっぱりいいんじゃないですか。それでそれを若い、まあ、悲しいこと言えば若い人が分からないというとかあれですね、それもう少し私たちが若い人でも分かるようになんかこう残していきたかったけれども、もうそれは無理と思うけど、まあ、あここまでできたら誰か説明はっきりとできる人はですね。じゃあやはりあの山本作兵衛さんと同じように小田さんも炭鉱でのことを記録として残したいなってお考えですか。そうですね。それはどうしてですか。やっぱあの次の世代の子供にですね、どうあの何ていうかあの変わっていくかということを教えてやりたいと思いますね。筑豊繁栄の礎となった炭鉱労働者たち、博物館では彼らの営みを垣間見ることができます。そして近接する石炭記念公園には炭鉱節にも歌われた立坑櫓と2本の大煙突があります。大正昭和と山の人々が命を懸けて生きてきた地田川、この歴史は山本作兵衛の炭鉱記録画とともにたくさんの人々によって守られ、未来へと語り継がれていくのです。そう、いつまでも